1。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に差をさせば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生まれて絵ができる。人の世を作った者は神でもなければ鬼でもない。やはり向こう三軒両隣にチラチラするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて越す国はあるまい。あれば人手なしの国へ行くばかりだ。人手なしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。越すことのならぬ世が住みにくければ、住みにくいところをどれほどかくつろげて、つかの間の命をつかの間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職ができて、ここに画家という使命が下る。あらゆる芸術の詩は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえにたっとい。住みにくき世から住みにくき煩いを引き抜いて、ありがたい世界を目の当たりに映すのが詩である、絵である。あるは音楽と彫刻である。細かに言えば映さないでもよい。ただ目の当たりに見れば、そこに詩も息、歌も湧く。着想を紙に落とさぬとも、急想の音は郷里に起こる。丹精は画家に向かって止まつせんでも、五彩の絢爛は斧図から心眼に映る。ただ斧が住むよう各感じ得て、霊大放寸のカメラに行基混濁の続海を清くうららかに収めうれば足る。このゆえに、無声の詩人には一句なく、無色の画家には石鹸なきも、各人生を感じうるの点において、各煩悩を下脱するの点において、各症状界に出入しうるの点において、また、この不動不死の健康を建立しうるの点において、我理私欲の規範を相当するの点において、千金の死よりも、万丈の君よりも、あらゆる俗界の長寿よりも幸福である。世に住むことを20年にして、住むに甲斐ある世と知った。25年にして、明暗は表裏のごとく、日の渡るところにはきっと影が差すと悟った。30の今日はこう思うている。喜びの深き時、憂いいよいよ深く、楽しみの多いなるほど苦しみも大きい。これを切り離そうとすると身が持てぬ。片付けようとすれば世が立たぬ。金は大事だ。大事なものが増えれば寝る間も心配だろう。恋は嬉しい。嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔が帰って恋しかろう。閣僚の肩は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまいものも食わねば惜しい。少し食えば飽き足らぬ。存分食えば、後が不愉快だ。世の考えがここまで漂流してきたときに、世の右側は突然座りの悪い角石の橋を踏み損なった。平行を保つために素早と前に飛び出した左側が子孫寺の埋め合わせをするとともに、世の腰は具合よく放散尺ほどな岩の上に降りた。肩にかけた絵の具箱が脇の下から踊り出しただけで、幸いと何のこともなかった。立ち上がるときに向こうを見ると、道から左の方にバケツを伏せたような峰がそびえている。杉かヒノキかわからないが、根元から頂きまでことごとく青黒い中に、山桜が薄赤くだんだらにたなびいて、継ぎ目がしかと見えぬくらいもやが濃い。少し手前にハゲ山が一つ、群を抜きん出て眉に迫る。ハゲた側面は巨人の斧で削り去ったか、鋭き平面をやけに谷の底にうずめている。てっぺんに一本見えるのは赤松だろう。枝の間の空さえはっきりしている。行く手は2丁ほどで切れているが、高いところから赤いケットが動いてくるのを見ると、登ればあそこへ出るのだろう。道はすこぶる難儀だ。土を鳴らすだけならさほど手間もいるまいが、土の中には大きな石がある。土は平らにしても石は平らにならぬ。石は切り砕いても岩は始末がつかぬ。掘り崩した土の上に悠然とそば立って、我らのために道を譲る景色はない。向こうで北の上は乗り越すか回らなければならん。岩のないところでさえ歩きよくはない。左右が高くって中心がくぼんで、まるで一間幅を三角に食って、その頂点が真ん中を貫いていると評してもよい。道を行くと岩により川底を渡るという方が適当だ。元より急ぐ旅でないから、ぶらぶらと七曲がりへかかる。たちまち足の下でひばりの声がしだした。谷を見下ろしたが、どこで泣いてるか影も形も見えぬ。
ただ声だけが明らかに聞こえる。せっせとせわしく絶え間なく泣いている。ホウイクリの空気が一面に飲みに刺されていたたまれないような気がする。あの鳥の泣く音には瞬時の余裕もない。のどかな春の日を泣き尽くし泣き明かし、また泣き暮らさなければ気が済まんと見える。その上どこまでも登っていく、いつまでも登っていく。ひばりはきっと雲の中で死ぬに相違ない。登り詰めた挙句は流れて雲に行って、漂っているうちに形は消えてなくなって、ただ声だけが空のうちに残るのかもしれない。眼角は鋭く回って、あんまなら真っ逆さまに落ちるところを際どく右へ切れて、横に見下ろすと菜の花が一面に見える。ひばりはあそこへ落ちるのかと思った。いや、あの小金の腹から飛び上がってくるのかと思った。次には落ちるひばりと上がるひばりが十文字にすれ違うのかと思った。最後に、落ちるときも登るときも、また十文字にすれ違うときにも元気よく泣き続けるだろうと思った。春は眠くなる。猫はネズミを取ることを忘れ、人間は借金のあることを忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる。ただ、菜の花を遠く望んだ時に目が覚める。ひばりの声を聞いた時に魂のありかが判然する。ひばりの泣くのは口で泣くのではない。魂全体が泣くのだ。魂の活動が声に現れた者のうちで、あれほど元気のある者はない。ああ、愉快だ。こう思って、こう愉快になるのが詩である。たちまちシェレーのひばりの詩を思い出して、口の内で覚えたところだけ暗唱してみたが、覚えているところは二三句しかなかった。その二三句の中にこんなのがある。前を見ては尻絵を見ては、物欲しと憧れるかな我。腹からの笑いといえど、苦しみの底にあるべし。美しき極みの歌に、悲しさの極みの思い、こもるとぞ知れ。なるほど、いくら詩人が幸福でも、あのひばりのように、思い切って一心不乱に、前後を忘却して、我が喜びを歌うわけにはゆくまい。西洋の詩は無論のこと、シナの詩にも、よく、万国の憂い、などという字がある。詩人だから万国で、素人なら一号で済むかもしれぬ。してみると詩人は常の人よりも苦労症で、ボンコツの倍以上に神経が鋭敏なのかもしれん。長俗の喜びもあろうが、無料の悲しみも多かろう。そんならば、詩人になるのも考えものだ。しばらくは道が平らで、右は雑木山、左は菜の花の道続けである。足の下に時々タンポポを踏みつける。ノコギリのような葉が遠慮なく四方へのして、真ん中に黄色な玉を擁護している。菜の花に気を取られて踏みつけた後で気の毒なことをしたと振り向いてみると、黄色な玉は依然としてノコギリの中に鎮座している。のんきなものだ。また考えを続ける。詩人に憂いはつきものかもしれないが、あのひばりを聞く心持ちになれば微塵の苦もない。菜の花を見てもただ嬉しくて胸が躍るばかりだ。タンポポもその通り、桜も、桜はいつか見えなくなった。こう山の中へ来て、自然の景物に接すれば、見るものも聞くものも面白い。面白いだけで別段の苦しみも起こらぬ。起こるとすれば、足がくたびれて、うまいものが食べられぬくらいのことだろう。しかし、苦しみのないのはなぜだろう。ただ、この景色を一幅の絵として見、一巻の詩として読むからである。絵であり詩である以上は、地面をもらって開拓する気にもならねば、鉄道をかけて人儲けする了見も起こらぬ。ただこの景色が、腹の足しにもならぬ、月給の補いにもならぬこの景色が、景色としてのみ、世が心を楽しませつつあるから、苦労も心配も伴わぬのだろう。自然の力は、ここにおいてたっとい。個人の正常を、深刻に投与して、純子として純なる死境にいらしむるのは自然である。恋は美しかろう。こうも美しかろう。中君愛国も結構だろう。しかし自身がその曲に当たれば、利害のつむじに巻き込まれて、美しきことにも結構なことにも目はくらんでしまう。したがってどこに詩があるか、自身には下しかねる。これがわかるためには、わかるだけの余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ、芝居は見て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げている。見たり読んだりする間だけは詩人である。それすら、普通の芝居や小説では人情を免れぬ。苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりする。見る者もいつかその中にどうかして、
苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりする。取り柄は利欲がまじらぬという点に存するかもしれぬが、まじらぬだけにその他の情緒は常よりは余計に活動するだろう。それが嫌だ。苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりは人の世につきものだ。世も30年の間それをし通して飽き飽きした。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。世が欲する詩はそんな世間的の人情を鼓舞するようなものではない。俗念を放棄してしばらくでも人界を離れた心持ちになれる詩である。いくら傑作でも人情を離れた芝居はない。利費を絶した小説は少なかろう。どこまでも世間を出ることができぬのが彼らの特色である。ことに西洋の詩になると人事が根本になるから、いわゆる詩歌の純粋なるものもこの境を下脱することを知らぬ。どこまでも同情だとか愛だとか正義だとか自由だとか浮世の観光場にあるものだけで用を便じている。いくら詩的になっても地面の上を駆け歩いて銭の感情を忘れる暇がない。シェレーがひばりを聞いて探索したのも無理はない。嬉しいことに東洋の詩歌はそこを下脱したのがある。菊を取る通りのもと悠然として南山を見る。ただそれぎりのうちに暑苦しい世の中をまるで忘れた光景が出てくる。柿の向こうに隣の娘が覗いてるわけでもなければ南山に親友が飽食している次第でもない。超然と質世間的に利害損得の汗を流し去った心持ちになれる。一人有効のうちに座し金を断じてまた嘲笑す。森林人知らず、明月来たりて愛照らす。ただ二十時のうちに、優に別健婚を建立している。この健婚の功徳は、ホトトギスや金色夜叉の功徳ではない。貴賤、貴社、権利、義務、道徳、礼儀で疲れ果てた後、すべてを忘却して、ぐっすりと寝込むような功徳である。二十世紀に睡眠が必要ならば、20世紀にこの出世間的の趣味は大切である。惜しいことに今の詩を作る人も詩を読む人もみんな西洋人にかぶれているから、わざわざのんきな編集を浮かべてこの桃源に遡るものはないようだ。世は元より詩人を職業にしておらんから、王位や延命の境界を今の世に布教して広げようという心がけも何もない。ただ自分にはこういう環境が演芸界よりも舞踏界よりも薬になるように思われる。ファーストよりもハムレットよりもありがたく考えられる。こうやってただ一人絵の具箱と三脚機を担いで春の山路をのそのそ歩くのも全くこれがためである。延命王位の司教を直接に自然から吸収して、少しの間でも非人情の天地に商用したいからの願い、一つの推挙だ。もちろん人間の一分子だから、いくら好きでも非人情はそう長く続くわけにはいかぬ。延命だって年が年中南山を見つめていたのでもあるまいし、王位も好んで竹藪の中に蚊帳も釣らずに寝た男でもなかろう。やはり余った菊は花屋へ売りこかして、生えた竹の子は八百屋へ払い下げたものと思う。こういう世もその通り、いくらひばりと菜の花が気に入ったって山の中へ野宿するほど非人情が募ってはおらん。こんなところでも人間に会う。人参馬処理の放火無理や赤い腰巻きの姉さんや、時には人間より顔の長い馬にまで会う。百万本のヒノキに取り囲まれて海面を抜く何百尺かの空気を飲んだり吐いたりしても、人の匂いはなかなか取れない。それどころか山を越えて落ち着く先の今宵の宿は名恋の温泉場だ。ただ物は見ようでどうでもなる。レオナルド・ダ・ヴィンチが弟子に告げた言葉に、あの鐘の音を聞け、鐘は一つだが音はどうとも聞かれるとある。一人の男、一人の女も、見よう次第でいかようとも見立てがつく。どうせ非人情を死に出かけた旅だから、そのつもりで人間を見たら、浮世工事の何軒目に狭苦しく暮らした時とは違うだろう。よし、全く人情を離れることができんでも、せめて、おのを拝見の時ぐらいは淡い心持ちにはなれそうなものだ。能にも人情はある。七木落ちでも隅田川でも、中根とは保証ができん。しかしあれは、上三部芸七部で見せる技だ。我らが脳から受けるありがたみは、下界の人情をよくそのままに映す手際から出てくるのではない。そのままの上へ、芸術という着物を何枚も着せて、世の中にあるまじき、悠長な振る舞いをするからである。しばらく、この旅中に起こる出来事と、旅中に出会う人間を、能の仕組みと能役者の所作に見立てたらどうだろう。まるで人情を捨てるわけにはいくまいが、
根が私的にできた旅だから、非人情のやりついでに、なるべく接見して、そこまではこぎつけたいものだ。南山や友好とは太刀の違ったものに相違ないし、またひばりや菜の花と一緒にすることもできまいが、なるべく元に近づけて、近づけうる限りは同じ観察点から人間を見てみたい。芭蕉という男は、枕元へ馬がいばりをするのさえ、がなことと見立ててほっくにした。よも、これから会う人物を、百姓も町人も、村役場の書記も、じいさんもばあさんも、ことごとく大自然の典型として描き出されたものと仮定して問いこなしてみよう。もっとも、画中の人物と違って、彼らはおのがじし勝手な真似をするだろう。しかし普通の小説家のように、その勝手な真似の根本を探って、心理作用に立ち入ったり、人事葛藤の戦議立てをしては俗になる。動いても構わない。画中の人間が動くと見れば差し支えない。画中の人物はどう動いても平面以外に出られるものでない。平面以外に飛び出して立方的に働くと思えばこそ、こっちと衝突したり、利害の交渉が起こったりして面倒になる。面倒になればなるほど、美的に見ているわけにいかなくなる。これから会う人間には、超然と陶器上から見物する気で、人情の電気がむやみに双方で起こらないようにする。そうすれば、相手がいくら働いても、こちらの懐には容易に飛び込めないわけだから、つまりは、絵の前へ立って、画中の人物が画面の内をあちらこちらと騒ぎ回るのを見るのと同じわけになる。魔三尺も隔てておれば落ち着いて見られる。危なげなしに見られる。言葉を変えて言えば、利害に気を奪われないから、全力を挙げて彼らの動作を芸術の方面から観察することができる。余念もなく美か美でないかと鑑識することができる。ここまで決心をしたとき、空が怪しくなってきた。煮えきれない雲が頭の上へもたれかかっていたと思ったが、いつの間にか崩れ出して、四方はただ雲の海かと怪しまれる中から、しとしとと春の雨が降り出した。菜の花は特に通り過ごして、今は山と山との間を行くのだが、雨の糸が細やかで、ほとんど霧を欺くくらいだから、隔たりはどれほどかわからぬ。時々風が来て、高い雲を吹き払うとき、薄黒い山の背が左手に見えることがある。何でも谷一つ隔てて向こうが脈の走っているところらしい。左はすぐ山の裾と見える。深く込める雨の奥から松らしいものがちょくちょく顔を出す。出すかと思うと隠れる。雨が動くのか木が動くのか夢が動くのか、なんとなく不思議な心持ちだ。道は存外広くなってかつ平らだから歩くには骨は折れんが、雨具の用意がないので急ぐ。帽子から雨だれがポタリポタリと落ちる頃、五六軒先から鈴の音がして、黒い中から孫がふうと現れた。ここらに休むところはないかね。もう十五丁行くと茶屋がありますよ。だいぶ濡れたね。まだ十五丁かと振り向いているうちに、孫の姿は影絵のように雨に包まれて、またふうと消えた。ぬかのように見えた粒は、次第に太く長くなって、今は一筋ごとに風に巻かれる様まで目に入る。羽織は特に濡れ尽くして、肌着に染み込んだ水が体のぬくもりで生温かく感じられる。気持ちが悪いから、棒を傾けてスタスタ歩く。ぼうぼうたる薄墨色の世界を、幾筋の銀線が斜めに走る中を、ひたぶるに濡れていく我を、我ならぬ人の姿と思えば、死にもなる、苦にも読まれる。ありてえなる己を忘れ尽くして、純客観に目を作るとき、初めて我は、画中の人物として、自然の景物と美しき調和を保つ。ただ降る雨の心苦しくして、踏む足の疲れたるを気にかける瞬間に、我はすでに市中の人にもあらず、ガリの人にもあらず。依然として、姿勢の一樹脂に過ぎぬ。雲煙非道の趣も目にいらぬ。落下低調の情けも心に浮かばぬ。少々として、一人春山を行く我の、いかに美しきかは、なおさらに返せぬ。はじめは棒を傾けて歩いた。後には、ただ足の甲のみを見つめて歩いた。終わりには肩をすぼめて恐る恐る歩いた。雨は満目の樹梢を動かして、四方より骨格に迫る。非人情が、ちと強すぎたようだ。二。おい!と声をかけたが返事がない。軒下から奥を覗くと、すすけた障子が立て切ってある。向こう側は見えない。五六足のわらじが、寂しそうに庇から吊るされて、くったくげにふらりふらりと揺れる。下に駄菓子の箱が三つばかり並んで、そばに五輪線と文球線が散らばっている。おい!とまた声をかける。土間の隅に片寄せてある臼の上に、膨れていた鶏が驚いて目を覚ます。
ククククククッと騒ぎ出す。敷居の外にどべっついが、今しがたの雨に濡れて半分ほど色が変わっている上に、真っ黒な茶釜がかけてあるが、土の茶釜か銀の茶釜かわからない。幸い下は焚きつけてある。返事がないから無断でずっと入って、将棋の上へ腰を下ろした。鶏は羽ばたきをして臼から飛び降りる。今度は畳の上へ上がった。障子が閉めてなければ奥まで駆け抜ける気かもしれない。オスが太い声でコケッコッコッと言うと、メスが細い声でケケッコッコッと言う。まるで世を狐か犬のように考えているらしい。将棋の上には一升ますほどなタバコ本が閑静に控えて、中にはトグロを巻いた線香が日の映るのを知らぬ顔ですこぶる悠長にくすぶっている。雨は次第に収まる。しばらくすると奥の方から足音がして、すすけた障子がさらりと開く。中から一人のばあさんが出る。どうせ誰か出るだろうとは思っていた。へっついに火は燃えている。菓子箱の上に銭が散らばっている。線香はのんきにくすぶっている。どうせ出るには決まっている。しかし自分の店を開け放しても苦にならないと見えるところが、少し都とは違っている。返事がないのに、将棋に腰をかけていつまでも待ってるのも、少し20世紀とは受け取れない。ここらが、非人情で面白い。その上出てきたばあさんの顔が気に入った。2、3年前、宝生の舞台で高砂を見たことがある。その時、これは美しい活人画だと思った。ほうきを担いだじいさんが、橋がかりを五六歩来て、そろりと後ろ向きになってばあさんと向かい合う。その向かい合うた姿勢が、今でも目につく。世の席からはばあさんの顔が、ほとんど真向きに見えたから、ああ、美しいと思った時に、その表情はピシャリと心のカメラ焼きついてしまった。茶店のおばあさんの顔は、この写真に血を通わしたほど似ている。おばあさん、ここをちょっと借りたよ。はい、これは一個存じませんね。だいぶ降ったね。あいにくなお天気で、さぞお困りでござんしょ。おうおう、だいぶおぬれなさった。今、火を焚いて乾かしてあげましょう。そこをもう少し蒸しつけてくれれば、当たりながら乾かすよ。どうも少し休んだら寒くなった。へえ、ただいま炊いてあげます。まあ、お茶を一つ。と立ち上がりながら、しっしっと二声で鶏を追い下げる。ココココッと駆け出した夫婦は、焦げ茶色の畳から、駄菓子箱の中を踏みつけて往来へ飛び出す。オスの方が逃げるとき、駄菓子の上へ糞を垂れた。まあ、一つ。とばあさんはいつの間にか栗抜き盆の上に茶碗を乗せて出す。茶の色の黒く焦げてる底に、一筆書きの梅の花が三輪、無造作に焼き付けられている。お菓子を。と今度は鶏の踏みつけたごまねじとみじん棒を持ってくる。糞はどこぞについておらぬかと眺めてみたが、それは箱の中に取り残されていた。ばあさんは袖なしの上からたすきをかけて、へついの前へうずくまる。世は懐から写生帳を取り出して、ばあさんの横顔を映しながら話を仕掛ける。感性でいいね。へえ、ご覧の通りの山里で。うぐいすは泣くかね。ええ、毎日のように泣きます。ここらは夏も泣きます。聞きたいな、ちっとも聞こえないとなお聞きたい。あいにく今日は、さっきの雨でどこぞへ逃げました。檻からかまどの内がパチパチとなって、赤い火がさっと風を起こして一尺余り吹き出す。さあ、お当たり、さぞお寒かろ、という。軒場を見ると、青い煙が突き当たって崩れながらに、かすかな跡をまだ板びさしに絡んでいる。ああ、いい心持ちだ。おかげで生き返った。いい具合に雨も晴れました。空、天狗岩が見え出しました。春々として曇りがちなる春の空を、もどかしとばかりに吹き払う山嵐の思い切りよく通り抜けた前山の一角は、未練もなく晴れ尽くして、大名の指さす方に、三眼と荒削りの柱のごとくそびえるのが天狗岩だそうだ。要はまず天狗岩を眺めて、次にばあさんを眺めて、三度目には半々に両方を見比べた。画家として、世が頭の中に存在するばあさんの顔は、高砂の馬場と露雪の描いた山乳母のみである。露雪の図を見たとき、理想のばあさんはものすごいものだと感じた。もみじの中か寒い月の下に置くべきものと考えた。宝生の別会能を見るに及んで、なるほど老女にもこんな優しい表情があり得るものかと驚いた。あの面は定めて名人の刻んだものだろう。惜しいことに作者の名は聞き落としたが、老人もこう表せば、豊かに穏やかに暖かに見える。金鳥にも春風にも、あるは桜にもあしらって差し支えない道具である。世は、天狗岩よりは腰を乗して手をかざして、遠く向こうを指している袖なし姿のばあさんを、
春の山路の景物として格好なものだと考えた。世が写生帳を取り上げて今しばらくという途端にばあさんの姿勢は崩れた。手持ち無沙汰に写生帳を日に当てて乾かしながら、おばあさん丈夫そうだねと尋ねた。はい、ありがたいことに達者で、針も持ちます、尾も産みます、お団子の子も引きます。このおばあさんに石臼を引かしてみたくなった。しかしそんな注文もできぬから、ここから名古屋までは一里足らずだったねと別なことを聞いてみる。はい、28丁と申します。旦那は当時にお越しで、混み合わなければ少し投入しようかと思うが、まあ気が向けばさ。いえ、戦争が始まりましてからとんと参るものはございません。まるで締め切り同様でございます。妙なことだね。それじゃあ止めてくれないかもしれんね。いえ、お頼みになればいつでも止めます。宿屋はたった一軒だったね。へえ、志保田さんとお聞きになればすぐわかります。村の物持ちで、湯治場だか隠居所だかわかりません。じゃあお客がなくても平気なわけだ。旦那は初めてね。いや、久しい以前ちょっと行ったことがある。会話はちょっと途切れる。帳面を開けてさっきの鶏を静かに射精していると、落ち着いた耳の底へジャランジャランという馬の鈴が聞こえ出した。この声がおのずと拍子を取って頭の中に一種の調子ができる。眠りながら夢に隣の臼の音に誘われるような心持ちである。世は鶏の射精をやめて、同じページの端に春風や以前が耳に馬の鈴と書いてみた。山を登ってから馬には五、六匹あった。あった五、六匹は皆腹掛けをかけて鈴を鳴らしている。今の世の馬とは思われない。やがてのどかな孫歌が春に吹けた空山一路の夢を破る。哀れの底に気楽な響きがこもって、どう考えても絵に描いた声だ。孫歌の鈴か小ゆるや春の雨と、今度は蓮に書きつけたが、書いてみてこれは自分の句でないと気がついた。また誰ぞ来ましたとばあさんは半ば独り言のように言う。ただ一筋の春の道だから、行くも帰るも皆近づきと見える。最前ウォーター五、六匹のじゃらんじゃらんも、ことごとくこのおばあさんの腹の中で、また誰ぞ来たと思われては山を下り、思われては山を登ったのだろう。道弱幕と古今の春を貫いて、花を糸えば足を作るにちなき小村に、ばあさんは幾とせの昔からじゃらんじゃらんを数え尽くして、今日の白桃に至ったのだろう。孫歌や白髪も染めでくるる春と次のページへしたためたが、これでは自分の感じを言い合わせない。もう少し工夫のありそうなものだと鉛筆の先を見つめながら考えた。何でも白髪という字を入れて、幾夜の節という句を入れて、孫歌という題も入れて、春の木も加えて、それを17字にまとめたいと工夫しているうちに、はい、こんにちはと実物の孫が店先に泊まって大きな声をかける。大家源さんか、また城下へ行くかい。何か買い物があるなら頼まれてあげよう。そうさ、鍛冶町通ったら娘に霊岩寺のお札を1枚もらってきておくれなさい。はい、もらってきよ。1枚か。大秋さんは良いところへ片付いて幸せだなあ、おばさん。ありがたいことに今日には困りません。まあ幸せというのだろうか。幸せとも、お前、あの名古屋の嬢様と比べてごらん。本当にお気の毒な、あんな器量を持って。近頃はちっとは具合がいいかい。なあに、相変わらずさ。困るなとばあさんが大きな息をつく。困るよと源さんが馬の鼻を撫でる。枝茂き山桜の葉も花も、深い空から落ちたままなる雨の塊をしっぽりと宿していたが、この時渡る風に足をすくわれていたたまれずに、仮の住まいをさらさらと転げ落ちる。馬は驚いて長い縦髪を上下に振る。こらと叱りつける源さんの声が、じゃらんじゃらんと共に世の瞑想を破る。おばあさんが言う。源さん、私はお嫁入りの時の姿がまだ目の前にちらついている。裾模様の振り袖に高島田で馬に乗って。そうさ、船ではなかった、馬であった。やはりここで休んでいったな、おばさん。はい、その桜の下で嬢様の馬が止まった時、桜の花がホロホロと落ちて、せっかくの芝田に負ができました。世はまた写生帳を開ける。この景色は絵にもなる、詩にもなる。心の内に花嫁の姿を浮かべて、当時の様を想像してみて、下り顔に、花の頃を越えて賢し馬に嫁と書きつける。不思議なことには、
衣装も髪も馬も桜もはっきりと目に映じたが、花嫁の顔だけはどうしても思いつけなかった。しばらくあの顔かこの顔かと思案しているうちに、ミレーの描いたオフェリアの面影が忽然と出てきて、高島田の下へスポリとはまった。これはダメだと、せっかくの図面を早速取り崩す。衣装も髪も馬も桜も一瞬間に心の道具立てからきれいに立ち退いたが、オフェリアの合唱して水の上を流れていく姿だけは朦朧と胸の底に残って、白ぼうきで煙を払うようにさっぱりしなかった。空に尾を引く彗星のなんとなく妙な気になる。それじゃあまあごめんと源さんが挨拶する。帰りにまたお寄り。あいにくの振りで七曲りは難儀だろ。はい、少し骨が折れよと源さんは歩き出す。源さんの馬も歩き出す。じゃらんじゃらん。あれは、ナコイの男かい？はい、ナコイの源兵衛でござんす。あの男が、どこぞの嫁さんを馬へ乗せて峠を越したのかい？志保田のお嬢様が、城下へお越し入れの時に、嬢様を青に乗せて、源兵衛が狭間を引いて通りました。月日の経つのは早いもので、もう今年で5年になります。鏡に向かう時のみ、我が頭の白きを囲つ者は、幸いの部に属する人である。指を折って初めて5年の流行に、天輪の時趣を返し得たるばあさんは、人間としてはむしろ千に近づける方だろう。世はこう答えた。さぞ美しかったろう。見に来ればよかった。ははは、今でもご覧になれます。当時場へお越しなされば、きっと出てご挨拶をなされましょう。はあ、今では里にいるのかい。やはり裾模様の振り袖を着て、高芝なり言っていればいいが。頼んでご覧なされ。来てみせましょう。世はまさかと思ったが、ばあさんの様子は存外真面目である。非人情の旅にはこんなのが出なくては面白くない。ばあさんが言う、嬢様と長良の乙女とはよく似ております。顔がかい？いえ、身の成り行きがでござんす。へえ、その長良の乙女というのは何者かい？昔この村に長良の乙女という美しい長者の娘がござりましたそうな。へえ、ところがその娘に二人の男が一度に化粧してあなった。なるほど。笹田男になびこうか、笹部男になびこうかと、娘は明け暮れ思い患ったが、どちらへもなびきかねてとうとう、秋づけば、お花が上に置くつゆの、けぬべくも我は思うゆるかも、という歌を読んで、淵川へ身を投げて果てました。世はこんな山里へ来て、こんな婆さんから、こんな小がな言葉で、こんな小がな話を聞こうとは思いがけなかった。これから五町東へ下ると、道端に五輪の塔がござんす。ついでに長良の乙女の墓を見ておいきなされ。世は心のうちにぜひ見ていこうと決心した。婆さんはその後を語り続ける。ナコイのお嬢様にも二人の男がたたりました。一人は嬢様が京都へ修行に出ておいでの頃お会いなさったので、一人はここの城下で随一の物持ちでござんす。はあ、お嬢さんはどっちへなびいたかい？ご自身はぜひ京都の方へとお望みなさったのを、そこにはいろいろなわけもありましたろうが、親御様が無理にこちらへ取り決めて、めでたく淵川へ身を投げんでも済んだわけだね。ところが、先でも気流望みでおもらいなさったのだから、ずいぶん大事にはなすったかもしれませぬが、もともと強いられておいでなさったのだから、どうも折り合いが悪くて、ご親類でもだいぶご心配の様子でござんした。ところへ今度の戦争で、旦那様の勤めておいでの銀行が潰れました。それから嬢様はまた名古屋の方へお帰りになります。世間では嬢様のことを不人情だとか薄情だとかいろいろ申します。元はごくごく内気の優しい方が、この頃ではだいぶ気が荒くなってなんだか心配だと源兵衛が来るたびに申します。これから先を聞くとせっかくの思考が壊れる。ようやく仙人になりかけたところを誰か来て羽衣を返せ返せと催促するような気がする。七曲りの剣を犯してやっとの思いでここまで来た者を、そうむやみに俗界に引きずり下ろされては、表然と家を出た甲斐がない。世間話もある程度以上に立ち入ると、浮世の匂いが毛穴から染み込んで、赤で体が重くなる。おばあさん、ナコイ家は一筋道だね。と十銭銀貨を一枚、将棋の上へカチリと投げ出して立ち上がる。ながらの五輪の塔から右へお降りなさると、六丁ほどの近道になります。道は悪いが、お若い方にはその方がよろしかろう。これは多分にお茶だよ。気をつけて起こしなされ。三。夕べは妙な気持ちがした。宿へ着いたのは夜の8時頃であったから、家の具合、庭の作り方は無論、東西の区別さえわからなかった。
なんだか回廊のようなところをしきりに引き回されて、しまいに6畳ほどの小さな座敷へ入れられた。昔来た時とはまるで見当が違う。晩餐を済まして湯に行って、部屋へ帰って茶を飲んでいると、子女が来て床を述べよかという。不思議に思ったのは、宿へ着いた時の取り次ぎも、晩飯の給仕も、ゆつぼへの案内も、床を敷く面倒も、ことごとくこの子女一人で便じている。それで口はめったに聞かぬ。と言うて、田舎じみてもおらぬ。赤い帯を色気なく結んで、古風な四足をつけて、廊下のようなはしご段のようなところをぐるぐる回らされたとき、同じ帯の同じ四足で、同じ廊下とも階段ともつかぬところを何度も降りてゆつぼへ連れて行かれたときは、すでに自分ながらカンバスの中を往来しているような気がした。給仕のときには、近頃は客がないので、他の座敷は掃除がしてないから、普段使っている部屋で我慢してくれと言った。床を述べるときには、ゆるりとお休みと人間らしい言葉を述べて出て行ったが、その足音が例の曲がりくねった廊下を次第に下の方へ遠ざかったときに、後がひっそりとして人気がしないのが気になった。生まれてからこんな経験はただ一度しかない。昔房州を立山から向こうへ突き抜けて、上総から銚子まで浜伝いに歩いたことがある。そのときある晩あるところへ泊まった。あるところというより他に言いようがない。今では土地の名も宿の名もまるで忘れてしまった。第一、宿屋へ泊まったのかが問題である。胸の高い大きな家に女がたった二人いた。よが泊めるかと聞いたとき、年を取った方がはいと言って、若い方がこちらへと案内をするからついていくと、荒れ果てた広い間をいくつも通り越して、一番奥の中二階へ案内をした。三段登って廊下から部屋へ入ろうとすると、板差しの下に傾きかけていた一村の修築が、そよりと夕風を受けて、世の肩から頭を撫でたので、すでにひやりとした。縁板はすでに朽ちかかっている。来年は竹の子が縁を突き抜いて、座敷の中は竹だらけになろうと言ったら、若い女が何も言わずにニヤニヤと笑って出て行った。その晩は例の竹が枕元でバサついて寝られない。障子を開けたら、庭は一面の草原で、夏の夜の月明らかなるに目を走らせると、柿も塀もあらばこそ、まともに大きな草山に続いている。草山の向こうはすぐ大海原で、ドドンドドンと大きな波が人の世を脅かしに来る。世は、とうとう夜の明けるまで一睡もせずに、怪しげな蚊帳のうちに辛抱しながら、まるで草造紙にでもありそうなことだと考えた。その後、旅もいろいろしたが、こんな気持ちになったことは、今夜この名古屋泊まるまではかつてなかった。仰向けに寝ながら、偶然目を開けてみると、欄間に朱塗りの縁を取った額がかかっている。文字は寝ながらも、菊栄貝を払って、ちり動かずと明らかに読まれる。大鉄という落款も確かに見える。世は書においては皆無鑑識のない男だが、平勢から大幕の高専五章の筆致を愛している。因縁も即秘も木案もそれぞれに面白みはあるが、高専の字が一番尊敬で、しかも画順である。今この七字を見ると、筆の当たりから手の運び具合、どうしても高専としか思われない。しかし現に大鉄とあるからには別人だろう。ことによると、大幕に大鉄という坊主がいたかもしれぬ。それにしては髪の色が非常に新しい。どうしても昨今のものとしか受け取れない。横を向く。床にかかっている若冲の鶴の図が目につく。これは商売柄だけに部屋に入った時すでに一品と認めた。若冲の図は大抵精緻な彩色物が多いが、この鶴は世間に気兼ねなしの一筆書きで、一本足ですらりと立った上に卵なりの胴がふわっと乗っかっている様子は、甚だ我が意を得て、表一の趣は長い橋の先までこもっている。床の隣は違い棚を略して普通の戸棚に続く。戸棚の中には何があるかわからない。すやすやと寝る。夢に、ながらの乙女が振袖を着て青に乗って、峠を起こすといきなり笹田男と笹部男が飛び出して両方から引っ張る。女が急にオフェリアになって柳の枝へ上がって川の中を流れながら美しい声で歌を歌う。救ってやろうと思って長い竿を持って向こう島を追っかけていく。女は苦しい様子もなく笑いながら歌いながら行く末も知らず流れを下る。世は竿を担いでおーいおーいと呼ぶ。そこで目が覚めた。脇の下から汗が出ている。
妙に家族混交な夢を見たものだと思った。昔、宋の大江禅師という人は、五道の後何事も意のごとくにできんことはないが、ただ夢の中では俗念が出て困ると、長い間これを苦にされたそうだが、なるほど、もっともだ。文芸を生命にする者は、今少し美しい夢を見なければ幅が利かない。こんな夢では大部分、絵にも詩にもならんと思いながら寝返りを打つと、いつの間にか、障子に月が差して、木の枝が二三本斜めに影を浸している。冴えるほどの春の夜だ。気のせいか、誰か小声で歌を歌ってるような気がする。夢の中の歌がこの世へ抜け出したのか、あるいはこの世の声が遠き夢の国へうつつながらに紛れ込んだのかと耳をそば立てる。確かに誰か歌っている。細くかつ低い声にはそういないが、眠らんとする春の夜に一縷の脈をかすかに打たせつつある。不思議なことに、その調子はとにかく、文句を聞くと枕元でやってるのでないから文句の分かりようはない。その聞こえぬはずのものがよく聞こえる。秋づけば、お花が上に奥露の、けぬべくも和は思おゆるかもと、ながらの乙女の歌を繰り返し繰り返すように思われる。はじめのうちは縁に近く聞こえた声が、次第次第に細く遠のいていく。突然と止む者には突然の感はあるが、哀れは薄い。ふっつりと思い切ったる声を聞く人の心には、やはりふっつりと思い切ったる感じが起こる。これという区切りもなく、自然に細りて、いつの間にか消えるべき現象には、我もまた、秒を縮め、分を割いて、心細さの細さが細る。死なんとしては死なんとする病夫のごとく、消えんとしては消えんとする灯火のごとく、今やむかやむかとのみ、心を乱すこの歌の奥には、天下の春の恨みを、ことごとく集めたる調べがある。今までは床のうちに我慢して聞いていたが、聞く声の遠ざかるにつれて、我が耳は釣り出されると知りつつも、その声を追いかけたくなる。細くなればなるほど、耳だけになっても後を慕って飛んでいきたい気がする。もうどう焦っても鼓膜に答えはあるまいと思う一刹那の前。夜はたまらなくなって、我知らず布団をすり抜けるとともに、さらりと障子を開けた。途端に自分の膝から下が、斜めに月の光を浴びる。寝巻きの上にも木の影が揺れながら落ちた。障子を開けた時にはそんなことには気がつかなかった。あの声はと耳の走る見当を見破ると向こうにいた。花ならばカイドウかと思われる幹を背に、よそよそしくも月の光を忍んで朦朧たる影帽子がいた。あれかと思う意識さえしかとは心に移らぬ間に、黒いものは花の影を踏み砕いて右へ切れた。我がいる部屋続きの胸の角がすらりと動く背の高い女姿をすぐに遮ってしまう。仮着の浴衣一枚で障子へつらまったまましばらく呆然としていたが、やがて我に帰ると、山里の春はなかなか寒いものと悟った。ともかくもと抜け出た布団の穴に再び帰参して考え出した。くくり枕の下から保時計を出してみると1時10分過ぎである。再び枕の下へ押し込んで考え出した。よもや化け物ではあるまい。化け物でなければ人間で、人間とすれば女だ。あるいはここのお嬢さんかもしれない。しかし出帰りのお嬢さんとしては、夜中に山続きの庭へ出るのがちと不穏当だ。何にしてもなかなか寝られない。枕の下にある時計までがチクチク口を聞く。今まで懐中時計の音の気になったことはないが、今夜に限って、さあ考えろさあ考えろと催促するごとく、寝るな寝るなと忠告するごとく口を聞く。けしからん。怖いものもただ怖いものそのままの姿と見れば死になる。すごいことも己を離れてただ単独にすごいのだと思えば絵になる。失恋が芸術の題目となるのも全くその通りである。失恋の苦しみを忘れて、その優しいところやら同情の宿るところやら憂いのこもるところやら、一歩進めて言えば失恋の苦しみそのもののあふれるところやらを単に客観的に眼前に思い浮かべるから文学美術の材料になる。世にはありもせぬ失恋を製造して、おのずから強いて反問して愉快をむさぼるものがある。常人はこれを評して愚だという、気違いだという。しかしおのずから不幸の輪郭を描いて好んでそのうちに気がするのは、おのずから右右の山水を骨格して
湖中の天地に歓喜すると、その芸術的の立脚地を得たる点において、全く等しいと言わねばならぬ。この点において、世上幾多の芸術家は、日常の人としてはいざ知らず、芸術家として常人よりも愚である、気違いである。我々はわらじ旅をする間、朝から晩まで苦しい苦しいと不平を鳴らし続けているが、人に向かってそういうお得自分には不平らしい様子は少しも見せぬ。面白かったこと、愉快であったことは無論、昔の不平をさえ得意に調調して下り顔である。これは、あえて自ら欺くの、人を偽るのという了見ではない。旅行をする間は常人の心持ちで、そういうを語るときはすでに詩人の態度にあるから、こんな矛盾が起こる。してみると、四角な世界から常識と名のつく一角を摩滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう。このゆえに、天然にあれ人事にあれ、習俗の辟易して近づきがたしとなすところにおいて、芸術家は無数の輪廊を見、無常の放浪を知る。俗に、これを名付けて美化という。その実は美化でも何でもない。散乱たる最高は平子として昔から現象世界に実在している。ただ、一栄目にあって空下乱追するがゆえに、俗類の季節老として立ちがたきがゆえに、永辱特創の我に迫ること年々切なるがゆえに、ターナーが汽車を映すまでは汽車の美を介せず、王挙が幽霊を描くまでは幽霊の美を知らずに打ちすぎるのである。世が今見た影帽子も、ただそれぎりの現象とすれば、誰が見ても誰に聞かしても豊かに獅子を帯びている。古村の温泉、春宵の花影、月前の定唱、おぼろ世の姿。どれもこれも芸術家の高題目である。この高題目が眼前にありながら、世はいらざる千里立てをして余計な探りを投げ込んでいる。せっかくの画境に理屈の筋が立って、願ってもない風流を君の悪さが踏みつけにしてしまった。こんなことなら非人情も標榜する価値がない。もう少し修行をしなければ、詩人とも画家とも人に向かって吹聴する資格はつかぬ。昔、イタリアの画家サルバトル・ロザは、泥棒が研究してみたい一心から、己の危険を賭けにして山賊の群れに入り込んだと聞いたことがある。小然と牙城を懐にして、うちを入れたからには、世にもそのくらいの覚悟がなくては恥ずかしいことだ。こんな時に、どうすれば私的な立場に変えれるかといえば、己の感じそのものを己が前に据え付けて、その感じから一歩退いて、ありていに落ち着いて、他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのである。詩人とは、自分の死骸を自分で解剖して、その病状を天下に発表する義務を有している。その方便はいろいろあるが、一番手近なのは、何でもかでも手当たり次第、17時にまとめてみるのが一番いい。17時は死刑として最も軽便であるから、顔を洗う時にも、川屋に登った時にも、電車に乗った時にも容易にできる。17時が容易にできるという意味は、安直に詩人になれるという意味であって、詩人になるというのは一種の悟りであるから、軽便だと言って侮蔑する必要はない。軽便であればあるほど功徳になるから、かえって尊重すべきものと思う。まあ、ちょっと腹が立つと仮定する。腹が立ったところをすぐ17時にする。17時にするときは、自分の腹立ちがすでに他人に返じている。腹を立ったり、俳句を作ったり、そう、一人が同時に働けるものではない。ちょっと涙をこぼす。この涙を17時にする。するや否や嬉しくなる。涙を17時にまとめたときには、苦しみの涙は自分から有利して、俺は泣くことのできる男だという嬉しさだけの自分になる。これが、平生から世の主張である。今夜も一つ、この主張を実行してみようと、ヤグの中で例の事件をいろいろと苦に仕立てる。できたら書きつけないと、散漫になっていかぬと、念入りの修行だから、例の写生帳を開けて枕元へ置く。カイドウの、梅雨を振るうや物狂い、と真っ先に書きつけて読んでみると、別に面白くもないが、さりとて気味の悪いこともない。次に、花の影、女の影のおぼろかな、とやったが、これは木が重なっている。しかし何でも構わない。気が落ち着いてのんきになればいい。それから、書を一位、女に化けておぼろ月、と作ったが、教訓めいて自分ながらおかしくなった。この調子なら大丈夫と乗り気になって出るだけの句を皆書きつける。春の星を落として夜のかざしかな。春の夜の雲に濡らすや洗い髪。春や今宵、歌つかまつる御姿。カイドウの精が出てくる月夜かな。歌折々、月下の春をおちこちす。
思い切って老けゆく春の一人かな、などと試みているうち、いつしかうとうと眠くなる。恍惚というのがこんな場合に用いるべき形容詞かと思う。熟睡のうちには何人も我を認めえぬ。明確の際には誰あって外界を忘れるものはなかろう。ただ、領域の間に、るのごとき元凶が横たわる。冷めたりというにはあまりおぼろにて、眠ると表線には少しく正気を余す。飢餓の二階を同平理に盛りて、シーカの再感を持ってひたすらにかき混ぜたるがごとき状態を言うのである。自然の色を夢の手前までぼかして、ありのままの宇宙を一段霞の国へ押し流す。睡魔の妖腕を借りて、ありとある実相の角度を滑らかにするとともに、各和らげられたる健康に、我からとかすかに鈍き脈を通わせる。血を這う煙の、飛ばんとして飛びえざるごとく、我が魂の我が殻を離れんとして離るるに忍びざる体である。抜け入れんとしてためらい、ためらいては抜け入れんとし、果ては魂という個体を模擬道に保ちかねて、陰雲たる名分が散るともなしに死死五体に転面して、いいたり連連たる心持ちである。夜が語尾の境に各商用していると、入り口のからかみがスーッと開いた。開いたところへ、幻のごとく女の影がふーっと現れた。世は驚きもせぬ、恐れもせぬ、ただ心地よく眺めている。眺めるという手はちと言葉が強すぎる。世が閉じているまぶたの裏に、幻の女が断りもなく滑り込んできたのである。幻はそろりそろりと部屋の中に入る。鮮魚の波を渡るがごとく、畳の上には人らしい音も立たぬ。閉ずる眼の中から見る世の中だから、しかとはわからぬが、色の白い、髪の濃い、襟足の長い女である。近頃流行る、ぼかした写真を火影に透かすような気がする。幻は戸棚の前で止まる。戸棚が開く。白い腕が袖を滑って、暗闇の中にほのめいた。戸棚がまた閉まる。畳の波が、おのずから幻を渡し返す。入り口のからかみが、一人でにたたる。夜が眠りは次第に細やかになる。人に死して、まだ牛にも馬にも生まれ変わらない途中は、こんなであろう。いつまで人と馬の相中に寝ていたか、我は知らぬ。耳元に、キキッと女の笑い声がしたと思ったら、目が覚めた。見れば夜の幕は特に切り落とされて、天下は隅から隅まで明るい。うららかな春日が丸窓の竹格子を黒く染め抜いた様子を見ると、世の中に不思議というものの潜む余地はなさそうだ。神秘は十万億度へ帰って、三途の川の向こう側へ渡ったのだろう。浴衣のまま風呂場へ降りて、五分ばかり偶然と湯壺の中で顔を浮かしていた。洗う気にも出る気にもならない。第一、夕べはどうしてあんな心持ちになったのだろう。昼と夜を境に、こう天地がでんぐり返るのは妙だ。体を拭くさえ大義だから、いい加減にして濡れたまま上がって、風呂場の戸を内から開けると、また驚かされた。おはよう、夕べはよく寝られましたか？戸を開けるのとこの言葉とはほとんど同時に来た。人のいるさえ予期しておらぬ、出会い頭の挨拶だから、早速の返事も出るいとまさえないうちに、さあ、お召しなさい、と後ろへ回って、ふわりと世の背中へ柔らかい着物をかけた。ようやくのこと、これは、ありがとう、だけ出して向き直る。途端に、女は二三歩のいた。昔から小説家は、必ず主人公の要望を極力描写することに相場が決まってる。古今東西の言語で、歌人の品評に使用せられたるものを列挙したならば、大蔵経とその量を争うかもしれぬ。この辟易すべき多量の形容詞中から、世と三歩の隔たりに立つ、体を斜めによじって、尻目に世が驚愕と狼狽を心地よげに眺めている女を、最も適当に除すべき用語を拾いきたったなら、どれほどの数になるか知れない。しかし、生まれて34年の今日に至るまで、未だかつてかかる表情を見たことがない。美術家の表によると、ギリシャの彫刻の理想は、短縮の二次に帰するそうである。短縮とは、人間の活力の動かんとして未だ動かざる姿と思う。動けばどう変化するか。風雲か雷霆か、見分けのつかぬところに余韻が表病と損するから、岩畜の趣を百世の後に伝うるのであろう。世上幾多の尊厳と意義とは、この単然たる可能力の裏面に付在している。動けば現れる。
現れれば1か2か3か必ず始末がつく。1も2も3も必ず特殊の能力には相違なかろうが、すでに1となり2となり3となった暁には多デイ耐水の牢を遺憾なく示して本来円満の層に戻るわけにはいかぬ。このゆえに道と名のつくものは必ず卑しい。運慶の仁王も北斎の漫画も全くこの道の一字で失敗している。道か聖か、これが我ら絵描きの運命を支配する大問題である。古来美人の形容も大抵この二大範疇のいずれにか打ち込むことができべきはずだ。ところがこの女の表情を見ると、世はいずれとも判断に迷った。口は一文字を結んで静かである。目は五分の隙さえ見出すべく動いている。顔は下膨れの折り金型で、豊かに落ち着きを見せているに引き換えて、額は狭苦しくもこせついて、いわゆる富士美体の俗臭を帯びている。のみならず眉は両方から迫って、中間に数滴の白化を転じたるごとくピクピクじれている。鼻ばかりは軽薄に鋭くもない、自鈍に丸くもない。絵にしたら美しかろう。かように別れ別れの道具が皆一癖あって、乱調にどやどやと世の双眼に飛び込んだのだから迷うのも無理はない。元来は静かであるべき大地の一角に完結が起こって全体が思わず動いたが、動くは本来の性に背くと悟って努めて昔の姿に戻ろうとしたのを、平行を失った規制に制せられて心ならずも動き続けた今日は、やけだから無理でも動いてみせると言わぬばかりのありさまが、そんなありさまがもしあるとすれば、ちょうどこの女を形容することができる。それだから頸部の裏になんとなく人にすがりたい景色が見える。人を馬鹿にした様子の底に慎み深い分別がほのめいている。才に任せ気を追えば100人の男子を物の数とも思わぬ勢いの下から、おとなしい情けが我知らず湧いて出る。どうしても表情に一致がない。悟りと迷いが一軒のうちに喧嘩をしながらも同居している体だ。この女の顔に統一の感じのないのは心に統一のない証拠で、心に統一がないのは、この女の世界に統一がなかったのだろう。不幸に押し付けられながら、その不幸に打ち勝とうとしている顔だ。不幸せな女に違いない。ありがとう、と繰り返しながらちょっと会釈した。ほほ、お部屋は掃除がしてあります。行ってごらんなさい。いずれ後ほど。と言うや否や、ひらりと腰をひねって、廊下を軽げにかけていった。頭は、胃腸返しに言っている。白い襟がタボの下から見える。帯の黒ジュスは片側だけだろう。4。ポカンと部屋へ帰ると、なるほど綺麗に掃除がしてある。ちょっと気がかりだから念のため戸棚を開けてみる。下には小さな洋ダンスが見える。上から友禅のしごきが半分垂れかかっているのは、誰か衣類でも取り出して急いで出て行ったものと解釈ができる。しごきの上部は生めかしい衣装の間に隠れて先は見えない。片側には書物が少々詰めてある。一番上に白隠和尚のオラ手釜と伊勢物語の一巻が並んでる。夕べのうつつは事実かもしれないと思った。何気なく座布団の上へ座ると、ガラキの机の上に例の写生帳が鉛筆を挟んだまま大事そうに上げてある。夢中に書き流した句を朝見たらどんな具合だろうと手に取る。カイドウの梅雨を振るうや物狂いの下に、誰だかカイドウの梅雨を振るうや朝ガラスと書いたものがある。鉛筆だから書体はしかとわからんが、女にしては硬すぎる、男にしては柔らかすぎる。親とまたびっくりする。次を見ると、花の影、女の影のおぼろかなの下に、花の影、女の影を重ねけりとつけてある。小一位、女に化けておぼろ月の下には、御曹司、女に化けておぼろ月とある。真似をしたつもりか添削した気か、風流の交わりか、バカか、バカにしたのか。世は思わず首を傾けた。後ほどと言ったから、今に飯の時にでも出てくるかもしれない。出てきたら様子が少しはわかるだろう。時に何時だなと時計を見ると、もう11時過ぎである。よく寝たものだ。これでは昼飯だけで間に合わせる方が胃のためによかろう。右側の障子を開けて、夕べの名残はどの辺かなと眺める。カイドウと鑑定したのは、果たしてカイドウであるが、思ったよりも似合わせない。五六枚の飛び石を一面の青苔がうずめて、素足で踏みつけたらさも心持ちが良さそうだ。左は山続きの崖に赤松が斜めに岩の間から庭の上へ差し出している。
街道の後ろにはちょっとした茂みがあって、奥は大竹やぶが十条の緑を春の日にさらしている。右手は矢の胸で遮られて見えぬけれども、地勢から察するとだらだら折に風呂場の方へ落ちているに相違ない。山が尽きて丘となり、丘が尽きて幅三丁ほどの平地となり、その平地が尽きて海の底へ潜り込んで、十七里向こうへ行ってまた流然と起き上がって、周囲六里の真矢島となる。これが名恋の地勢である。温泉場は丘のふもとをできるだけ崖へ差し掛けて、そばの景色を半分庭へ囲い込んだ一構えであるから、前面は二階でも後ろは平屋になる。縁から足をぶら下げればすぐとかかとは苔につく。道理こそ昨夜ははしご段をむやみに上がったり下ったり、いな仕掛けのうちと思ったはずだ。今度は左側の窓を開ける。自然とくぼむ二畳ばかりの岩の中に、春の水がいつともなく溜まって静かに山桜の影を浸している。二株三株の熊笹が岩の角を彩る。向こうにクコとも見える生垣があって、外は浜から丘へ登るそば道か、時々人声が聞こえる。往来の向こうはだらだらと南下がりにみかんを植えて、谷の極まるところにまた大きな竹やぶが白く光る。竹の葉が遠くから見ると白く光るとはこの時初めて知った。やぶから上は松の多い山で、赤い幹の間から石灯が五六段手に取るように見える。大方お寺だろう。入り口の襖を開けて縁へ出ると、欄干が四角に曲がって、方角から言えば海の見るべきはずのところに中庭を隔てて表二階の一間がある。我が住む部屋も欄干によればやはり同じ高さの二階なのには経が催される。湯壺は地の下にあるのだから、入湯という点から言えば要は三層楼状に気がするわけになる。家は随分広いが、向こう二階の一間と夜が欄干に沿うて右へ折れた一間のほかは、今台所は知らず、客間と名がつきそうなのは大抵立て切ってある。客は夜を覗くのほかほとんど皆無なのだろう。閉めた部屋は昼も雨戸を開けず、開けた以上は夜も立てぬらしい。これでは表の戸締まりさえするかしないかわからん。非人情の旅にはもってこいという屈強な場所だ。時計は十二時近くなったが、飯を食わせる景色はさらにない。ようやく空腹を覚えてきたが、空山人を見ずという支柱にあると思うと、一畑ぐらい倹約してもいかんはない。絵を描くのも面倒だ。俳句は作らんでもすでに灰三昧に入ってるから作るだけ野暮だ。読もうと思って三脚機にくくりつけてきた二三冊の書籍もほどく気にならん。こうやってくくたる春日に背中をあぶって縁側に花の影と共に寝転んでいるのが天下の至楽である。考えれば下道に落ちる。動くと危ない。できるならば鼻から息もしたくない。畳から根の生えた植物のようにじっとして2週間ばかり暮らしてみたい。やがて廊下に足音がして、だんだん下から誰か上がってくる。近づくのを聞いていると2人らしい。それが部屋の前で止まったなと思ったら、1人は何にも言わず元の方へ引き返す。襖が開いたから今朝の人と思ったら、やはり夕べの小女である。なんだか物足らぬ。遅くなりましたと膳を据える。朝飯の言い訳も何も言わぬ。焼き魚に青いものをあしらって、碗の蓋を取ればサワラビの中に紅白に染め抜かれたエビを沈ませてある。ああいい色だと思って碗の中を眺めていた。お嫌いかと下女が聞く。いいや今に食うと言ったが、実際食うのは惜しい気がした。ターナーがある晩餐の席で皿に盛るサラダを見つめながら、涼しい色だ、これがわしの用いる色だと傍らの人に話したという逸事をある書物で読んだことがあるが、このエビとわらびの色をちょっとターナーに見せてやりたい。一体西洋の食い物で色のいいものは一つもない。あればサラドと赤大根ぐらいなものだ。需要の点から言ったらどうか知らんが、画家から見るとすこぶる発達線料理である。そこへ行くと日本の献立は吸い物でも口取りでも刺身でも物切れにできる。懐石膳を前へ置いて一箸もつけずに眺めたまま帰っても、目の保養から言えばお茶屋へ上がった会は十分ある。うちに若い女の人がいるだろうと腕を置きながら質問をかけた。へえ、ありゃあなんだい。若い奥様でござんす。あの他にまだ年寄りの奥様がいるのかい。去年お亡くなりました。旦那さんは？おります。旦那さんの娘さんでござんす。あの若い人がかい。へえ。お客はいるかい？おりません。私一人かい？へえ。若い奥さんは毎日何をしているかい？針仕事。
それから三味を弾きます。これは意外であった。面白いからまた、それからと聞いてみた。お寺へ行きます。と小女が言う。これはまた意外である。お寺と三味線は妙だ。お寺参りをするのかい？いいえ、和尚様のところへ行きます。和尚さんが三味線でも習うのかい？いいえ。じゃあ何をしに行くのだい？大鉄様のところへ行きます。なるほど。大鉄というのはこの額を書いた男に相違ない。この句から察すると何でも全坊主らしい。戸棚におら手釜があったのは全くあの女の所持品だろう。この部屋は普段誰か入ってるところかね？普段は奥様がおります。それじゃあ昨夜私が来る時までここに寝たんだね？ええ、それはお気の毒なことをした。それで大鉄さんのところへ何をしに行くんだい？知りません。それから、なんでござんす？それからまだ他に何かするんだろう？それから、いろいろ。いろいろってどんなこと？知りません。会話はこれで切れる。飯はようやく終わる。禅を引くとき、子女が入り口の襖を開けたら、中庭の植え込みを隔てて向こう2階の欄干に、イチョウ返しが頬杖をついて、開花した陽流観音のように下を見つめていた。今朝に引き換えて、甚だ静かな姿である。うつむいて瞳の働きがこちらへ通わないから総合にかほどな変化をきたしたものであろうか。昔の人は人に損するもの帽子より良きはなしと言ったそうだが、なるほど、人をいずくんぞ隠さんや。人間のうちで目ほど生きている道具はない。若年とよるアジランの下から蝶々が2羽よりつ離れつ舞い上がる。途端に我が部屋の襖は開いたのである。襖の音に女は突然と蝶から目を世の方に転じた。視線は毒矢のごとく空を貫いて、会釈もなく世が眉間に落ちる。はっと思う間に子女がまた旗と襖を立て切った。あとは至極のんきな春となる。世はまたごろりと寝転んだ。たちまち心に浮かんだのは、失われた月の光よりも悲しい燃え立つ暁が終わり、道行く旅人たちにとってあなたの美しい顔が私の視界から閉ざされることは、という句であった。もし世があの胃腸返しに化粧して身を砕いても合わんと思う矢先に、今のような一別の別れをたまぎるまでに嬉しとも口よしとも感じたら、世は必ずこんな意味をこんな詩に作るだろう。その上に、死してあなたに会えるものであれば、至福のうちに私は命を捨てましょう、という肉さえ付け加えたかもしれぬ。幸い、普通ありふれた恋とか愛とかいう境界はすでに通り越して、そんな苦しみは感じたくても感じられない。しかし、今の刹那に起こった出来事の死は、確かにこの五六行に現れている。与と胃腸返しの間柄にこんな切ない思いはないとしても、二人の今の関係をこの死のうちに当てはめてみるのは面白い。あるいはこの死の意味を我らの身の上に引きつけて解釈しても愉快だ。二人の間には、ある因果の細い糸でこの詩に現れた境遇の一部分が事実となってくくりつけられている。因果もこのくらい糸が細いと苦にはならぬ。その上ただの糸ではない。空を横切る虹の糸、延べにたなびく霞の糸、梅雨に輝く雲の糸。切ろうとすればすぐ切れて、見ているうちは優れて美しい。万一この糸が見る間に太くなって井戸縄のように硬くなったら、そんな危険はない。世は絵描きである。先はただの女とは違う。突然襖が開いた。寝返りを打って入り口を見ると、因果の相手のその胃腸返しが敷居の上に立って青磁の鉢を盆に乗せたまま佇んでいる。また寝ていらっしゃるか？夕べはご迷惑でござんしたろ。何べんもお邪魔して、ほほほと笑う。臆した景色も隠す景色も恥ずる景色は無論ない。ただこちらが戦後越されたのみである。今朝はありがとうとまた礼を言った。考えると単然の礼をこれで三遍言った。しかも三遍ながらただありがとうという三字である。女は夜が置き換えろうとする枕元へ早くも座った。まあ寝ていらっしゃい、寝ていても話はできましょうとさも気さくに言う。夜も全くだと考えたから、ひとまず腹ばいになって両手で顎を支え、しばし畳の上へ肘つぼの柱を立てる。ご退屈だろうと思ってお茶を入れに来ました。ありがとう。またありがとうが出た。菓子皿の中を見ると立派な羊羹が並んでいる。
世は全ての菓子のうちで最も羊羹が好きだ。別段食いたくはないが、あの肌合いが滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに青みを帯びた練り上げ方は、玉と狼藉の雑誌のようで、甚だ見て心持ちがいい。のみならず、青磁の皿に盛られた青い練り羊羹は、青磁の中から今生まれたようにツヤツヤして、思わず手を出して撫でてみたくなる。西洋の菓子でこれほど快感を与えるものは一つもない。クリームの色はちょっと柔らかだが、少し重苦しい。ジェリーは、一見宝石のように見えるが、ブルブル震えて、羊羹ほどの重みがない。白砂糖と牛乳で五重の塔を作るに至っては、言語道断の沙汰である。うん、なかなか見事だ。今しがた源兵衛が買って帰りました。これならあなたに召し上がられるでしょう。源兵衛は昨夜城下へ泊まったと見える。世は別段の返事もせず、羊羹を見ていた。どこで誰が買ってきても構うことはない。ただ美しければ美しいと思うだけで十分満足である。この青磁の形は大変いい。色も見事だ。ほとんど羊羹に対して遜色がない。女はふふんと笑った。口元に侮りの波がかすかに入れた。世の言葉をシャレと返したのだろう。なるほど、シャレとすれば軽蔑される値は確かにある。知恵の足りない男が無理にシャレた時にはよくこんなことを言うものだ。これはシナですか？何ですか、と相手はまるで政治を眼中に置いてない。どうも品らしい、と皿を上げてそこを眺めてみた。そんなものがお好きなら見せましょうか？ええ、見せてください。父が骨董が大好きですから、だいぶいろいろなものがあります。父にそう言って、いつかお茶でもあげましょう。茶と聞いて少しへきへきした。世間に茶人ほどもったいぶった風流人はない。広い視界をわざとらしく窮屈に縄張りをして、極めて自尊的に、極めてことさらに、極めてせせこましく、必要もないのに喫救所としてあぶくを飲んで血行がる者が、いわゆる茶人である。あんな繁琐な貴族のうちにガミがあるなら、麻布の連隊の中はガミで鼻が使えるだろう。回れ右前への連中はことごとく大茶人でなくてはならぬ。あれは商人とか町人とか、まるで趣味の教育のない連中がどうするのが風流か見当がつかぬところから、機械的に利休以後の貴族を鵜呑みにして、これで大方風流なんだろうと、かえって真の風流人をバカにするための芸である。お茶って、あの流儀のある茶ですかな？いいえ、流儀も何もありゃしません。お嫌なら飲まなくてもいいお茶です。そんならついでに飲んでもいいですよ。ほほほ、父は道具を人に見ていただくのが大好きなんですから。褒めなくちゃいけませんか？年寄りだから褒めてやれば嬉しがりますよ。へえ、少しなら褒めておきましょう。負けてたくさんお褒めなさい。時にあなたの言葉は田舎じゃない。人間は田舎なんですか？人間は田舎の方がいいのです。それじゃ幅が利きます。しかし東京にいたことがありましょう。ええ、いました。京都にもいました。渡り者ですから方々にいました。ここと都とどっちがいいですか？同じことですわ。こういう静かなところがかえって気楽でしょう。気楽も気楽でないも、世の中は気の持ちよう一つでどうでもなります。飲みの国が嫌になったって、蚊の国へ引っ越しちゃ何もなりません。飲みも蚊もいない国へ行ったらいいでしょ。そんな国があるならここへ出してごらんなさい。さあ出してちょうだい、と女は詰め寄せる。お望みなら出してあげましょう、と例の写生帳を取って、女が馬へ乗って山桜を見ている心持ち。無論とっさの筆遣いだから絵にはならない。ただ心持ちだけをさらさらと書いて、さあこの中へお入りなさい、飲みも蚊もいません、と鼻の先へ突きつけた。驚くか恥ずかしがるか、この様子ではよもや苦しがることはなかろうと思って、ちょっと景色を伺うと、まあ窮屈な世界だこと、横幅ばかりじゃありませんか、そんなところがお好きなの、まるでカニね、と言ってのけた。世はわははは、と笑う。軒場に近く泣きかけたウグイスが中途で声を崩して陶器方へ枝移りをやる。二人はわざと対話をやめてしばらく耳をそば立てたが、一旦泣き損ねた喉は容易に開けぬ。昨日は山で源兵衛にお会いでしたろ？ええ。長良の乙女の五輪の塔を見ていらしたか？ええ。秋づけば、お花が上に置く露の、けぬべくもわは、思ういるかも、と、説明もなく女は、すらりと節もつけずに歌だけ述べた。何のためか知らぬ。その歌はね、茶店で聞きましたよ。ばあさんが教えましたか？あれは元私の家へ奉公したもので、私がまだ嫁に、と言いかけて、これはと世の顔を見たから、世は知らぬ風をしていた。
私がまだ若い自分でしたが、あれが来るたびに長良の話をして聞かせてやりました。歌だけはなかなか覚えなかったのですが、何遍も聞くうちにとうとう何もかも暗唱してしまいました。どれで難しいことをしてると